的技術さえあればそれがグローバル共通なので、海外で仕事するとかやりやすくて、どこに行っても仕事ができる職種の一つではないかと思います。事務職でいたら今ここに私いなかったと思うし、 IT に出会ったことは感謝しています。ボーダーレスジョブシーカーの聖よしこと申します。海外転職コンサルタントです。私自身が日本からオーストラリアに移住して IT 分野でキャリアアップしていた過去があるので、これから海外に渡りたい方たちのサポートをしています。文系で IT と全く関係ない分野を勉強しました。最初の仕事が事務職だったんですね。事務職ですとなかなか潰しが効かなくて転職もできないし、自分の将来のキャリアに悩んだ結果、専門スキルを身につけたいということで会社を辞めてアメリカの経営大学院に行って、情報システムを学んで修士号を取って帰国しました。文系からコンピューター系のキャリアに転向することができました。日本にいた時にはかなり残業が多くて、8時、9時、10時ぐらいまで働いていて、でなかなか休みも取れないような環境だったんですね。海外に来た途端に5時ぴったりに帰るようになりまして、そんな自分の経験からもっと多くの方に、日本にいるだけが人生じゃなくって広い人生を見ていただきたいなと思ったのがきっかけです。海外転職を考え始めてから転職を実際するまで、どのステージでもサポートするというのが特徴です。海外で働いてみたいっていう方が増えてるんですけども、何をしたらいいかわからないっていう方が非常に多いですよね。その方のキャリアの棚卸しを一緒にしまして、スキルとか経験に合った職種は海外にどんなものがどの国にあるのかっていうところのリサーチから始めます。英語のレジュメを一緒に作ったりとか、英語のインタビューなんかもさせていただいてます。私一人で最初は海外移住してきたんですけども、サポートしてくれる人があまりいなかったんですね。一人ですごく苦しんで悩んで、経験も積んでスキルもつけてきたので、今度はそれを次に来る人に渡して、スムーズに海外のキャリアに乗れるようにお手伝いしたらいいなと思っています。日本の会社から来た時にはかなり大変でしたね。英語だけじゃなく、コミュニケーションの仕方が、自分の意見をきっちり言うっていうことが日本の社会とは全然違うところで苦労しました。IT 技術さえあればそれがグローバル共通なので、海外と一緒に仕事するとか海外で仕事するとかやりやすくて、どこに行っても仕事ができる職種の一つではないかと思っています。こちらに来た途端に世界中から仕事のオファーが来るようになりました。働き方もフレキシブルで、男性でも女性でも子育て中は仕事を減らしてとかできて、いろんな働き方ができるんですね。正社員が格上で契約社員が格下とかいうのも全くなくって、同じスキルだったら同等に扱われるので、ライフスタイルとか人生のステージに合わせていろんな働き方ができるのも魅力だなと思っています。私自身が海外転職をして人生が大きく変わってしまったんですね。日本にいる時にはこういった人生があるって思っても見なかったので、これから来る人に違った意味の幸せを求めていただけたらいいなと思って、実践的な海外のキャリアの経験あるので、アドバイスが役に立って転職できた方には、よしこさんにお願いして本当に良かったって言っていただけるのは嬉しく思います。私の人生を根本から変えたものなんですね。あのまま事務職でいたら今ここに私いなかったと思うし、 IT に出会ったことは感謝しています。一つの国だけではなくて、いろんな国で通用するようなスキルを持っていた方が将来的にはいいんじゃないかと思いますので、これから IT を目指す方は自信を持って進んでいっていただきたいなと思います。IT の世界に住みたい方は基礎知識が必要ですので、プログラミングスクールに通ったりとか学位を取ったり、基礎をまず身につけて、そこから多くの経験を積んでいくといいと思います。海外も念頭に入れている方は職務経験というのが非常に重視されるので、特定の分野の専門分野の経験をなるべく日本で積んでおくと、いろんなところで仕事がしやすいと思います。
これやりたいっていうものがあったら、他人が何と言おうがやっていただきたいと思ってるんですね。私も海外転職をしたいと思った時にネガティブな意見もあったりして不安になったこともあったんですけども、やっぱり自分の本当に求めるものをやってきてよかったなって今ではすごく思います。新しいことをやろうとすると外野がいろんなことを言うと思うんですね。あんまりその人のことばかり気にしないで進みたいと思った道をめがけて進んでいただきたいと思います。